こんにちは、制限チャンネルです。今回は商品紹介してみたいと思います。紹介するのはこちらになります。トランギアの、フィエルボトル、こちら1リットルバージョンとなっています。まあサイズはいろいろあるみたいで、3種類ぐらいあったのかな。 0.5 リットル、あともう一段階して、まあ自分は一番大きい1リットル、ちょっと安く手に入れることができたので、紹介してみたいと思います。で、自分は、こちらをアルコール燃料ではなくて、ホワイトガソリンの燃料入れで使ってみたいと思います。で、じゃあ普段そのアルコール、ホワイトガソリンってどんなものを使ってるかっていうと、こちらですね。皆さん多分同じだと思うんですけども、自分はこれですね、コールマンの、1リットル、これは1リットルのホワイトガソリンなんですけども、まあ主に自分はまあスベア大好きなので、スベア 123R の燃料としてこのホワイトガソリン使ってます。プラスちょっと、まあこれぐらいだったら持ち歩いても、持ち歩いてか言って思うんですけど、この4リットルバージョンのやつでさすがにこれ持ち歩くのめんどくさいですね。ということで、まあこのフュエルボトルにホワイトガソリン入れておけば、まあちょっとした、まあ、多分キャンプを想定してると思うんですけども、まあそういった時に、まあこれだとちょっと入れやすいかなっていうところで、これをまあちょっと安かったので手に入れてみました。では早速、燃料を入れていきたいと思います。もうだいぶこの1リットル缶はない感じです、ね、まあこれだったら、まあこれをキャンプ場とかに持ち歩いていけばいいとは思うんですけど、まあちょっと、まあ繰り返すんですけど、ちょっと安く手に入れることができたので買ってみました。じゃあ、入れていきたいと思います。はい、だいたい、1リットル近く、ホワイトガソリン入れてみました。では早速ですけども、まあこのスベアに、燃料を少しだけ入れてみたいと思います。結構入ってるので、まあ、ほんのちょっとだけ入れてみたいと思います。まずは、このセーフティーキャップを上に上げて、そうするとプッシュできるようになるので、その後プッシュできるようにしたらこんな感じですね。見えますかね。押して傾けるとこんな感じで出ますと、という感じです。ということで、まあスベアのホワイトガソリンへの供給も非常にやりやすくなったので、まあ買ってよかったかなっていうところです。ということで、今回は、トランギアのフュエルボトル1リットル、まあちょっと大きいんですけど、こちらのご紹介となります。それでは制限チャンネルでした。ありがとうございました。また。